ということで、僕たちの新録英語バージョンベストアルバム、タイトルはニュークリアス、ね、ニュークリアスという言いますね、はい。これは何でつけたかというと、まあ、僕たちが今回のベストアルバムを作るに際して曲を選びながら、うん、まあ、今のラインナップでいくとこれが一番ふさわしいだろうと素直に感じられるものをストレートにそのまま何も考えずに選んでったんですが、まあ、レコーディングしながらね、はい、まあ、いろんな作業をしていく中で、うん、まあ、ミーティングの中でね、うん、まあ、これが俺たちの今の全てだよなという感じになりまして、うんうんうん、だとするとその今作った作品が俺たちの中心だと、うん、そうですね、まさにこれが俺たちだという意味で、まあ、中枢とか中心とかいう意味のニュークリアスというタイトルをつけました。制作についてはまあ相当長い間コンサートの合間を縫いながら、3、4ヶ月かけてやったんですが、まあね、これといってその、うん、特に新しくアレンジをしなきゃいけないとか、うん、現代に迎合するんだとかそういうことでは一切なく、そうですね、うん、まあ、オリジナルのバージョンにほとんど近いアレンジですが、もちろん歌は全部英語に変わってますし、歌い方は、彼の独特のものになってますし、演奏も新録ですね、うん、はい、ドラムも、まあ、ベースもギターも、あえて変えてはいませんけど、オリジナルバージョンとは当然違うエッセンスは十分に入ってると思います、うん、思いますね。なので、まあ、ベストアルバムといっても僕たちの中ではニューアルバムに近い感覚です。